それではですね、サイドスリップの方ね、合わせていきたいと思います。ここのね、サイドットでね、調整していきます。反対側をね、今度準備になっていきます。ピーってね、ならないで、これでね、調整完了です。で、コーチングの方をね、リセットしていきます。まずね、スタートボタンを1回押します。で、これを手前引いて1、2、3、4、5すると、リセット完了で出ましたね。これでね、ヘッドライトリセット完了しました。今日ね、テスターで測ってるんですけど、リセットすれば大体出てるみたいですね。左ももう特に調整せずにリセットだけで、テスター OK です。で、前がですね、ハンドル来た時にね、バンパーちょっと当たるかなと思ったんですけども、ギリギリかわしてますね。反対側も大丈夫そうですね。で、以前擦ってたね、この辺とかも、まあ、車高上がったんでね、擦らないかなと思います。で、まだね、後日ね、走ってね、この辺まだ確認していきたいと思います。このね、ラテラルドットっていうバーがついてるんですけども、これのついてる車っていうのは車高を上げたり下げたりすると、ここがね、右へ引っ張られたり左へ引っ張られたりで、ね、するんで、一回ね、ちょっとね、取り付けの方ね、見てみたいと思います。ちょっとね、原始的なんですけども、まあ、紐に重りをつけてこの距離で、ね、測ってみたいと思います。右でこれで21ミリですね。左も、だいたい21ミリですね。ってことは、この個体としては約2センチ上がったことによってね、タイヤのセンターがね、真ん中に来たという感じですね。ラテラルット買おうと思ったんですけど、買わなくて済みました。今回はね、こんな感じになりました。それではですね、新型アトレおよびダイハツ車お探しのお客様は、仙南郡熊取町ダイハツショップ下中自動車へよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。